これ卵で、コイ科の魚っていうのはほとんど胃を持ってないんだよ。産卵回数ってのはやっぱり3回ぐらいなんですか。いや、今日は、海から遡上した丸太の試食会をやっております。坂川さんに料理していただいたわけなんですけども、唐揚げの方はいかがですか。素晴らしい。卵もね、あるんですよ。メスの丸太からちょっと卵を取りまして、このビスケットにですね乗せて食べていますね。いいですか、これ丸太の卵です。もうですね、私世界中の鮭の卵食べましたけど、こんな微妙な味は今まで経験したことがない。皆さんもですね、ぜひ、食べてみてください。本当にですね、東京の川はすごい、そういうふうに思いたくなるような味でございます。